ジャン・ジョゼフ・ムーニエジャン・ジョゼフ・ムーニエは、フランスの政治家、裁判官、グルノーブルに生まれる。ムーニエは法律を学び、1783年に、グルノーブルで裁判官の職を得た。1788年に彼は、高等法院と宮廷の間の闘争に参加し、フランス革命の前夜に、 美人優で開かれたドーフィネ州の身分制会議の発起人となった。彼は会議の初期を務め、ルイ16世に提出された陳情書を起贈した。こうして、当格を表したムーニエは1789年に開催される全国三部会の第三身分代表に満場一致で選出された。ムーニエはまた1789年8月に君主派を結成した。 憲法制定国民議会におけるムーニーは最初は新しい理念の支持者であり、有名な球技場の誓いを提案し、二つの特権身分と第三身分との連合を支持することを表明し、新憲法の準備を助け、ジャック・ネックケルの帰還を要求した。1789年9月28日に彼は憲法制定国民議会の議長に選出された。しかし、 その後に起こった一連の出来事を承認することができず、ムーニエは議員を辞職して、ドーフィネに退き、革命に疑問を抱いて1790年にスイスに逃れた。ムーニエは1801年にフランスに帰国し、ナポレオン・ボナパルトによって、彼が再編成した、イルイコールエイコールビレ県の知事に任命され、1805年には国務顧問に任命された。ムーニエは、 パリで死去した。その主な著作は政府についての考察であるが、フランス人が自由になることを妨げた原因に関する研究や啓蒙思想家、フリーメーソン及びイルミナティがフランス革命に与えた影響なども重要な意味を持っている。ありがとうございます。